マイコバクテリウム属の透過型電子顕微鏡画像。抗酸菌は、実験室における、特定の染色工程において、塩酸酸性アルコールで脱色されない細菌の、総称。競技では、マイコバクテリウム属を指す。塩酸酸性アルコールで脱色をしようとしても、この菌は色素を保持するという抵抗性を示すことから、この名が付けられた。 マイコバクテリウム以外にも染色性の意味での抗酸染色を示す細菌が存在しており、抗酸染色を示すのはマイコバクテリウム属の他のカルディア属、コリネバクテリウム属、アクチノミセス属、ロドコッカス属などがあり、これらの細菌はチールネールゼン染色によって赤く染まる。講義ではこれらを含む。一方で、競技、慣習的にはマイコバクテリウムだけを 抗酸菌ということも多い。抗酸染色抗酸菌はピンクに、それ以外の細菌は青く染め分けられる。抗酸菌を石炭酸腹芯で染色すると、細胞膜に石炭酸腹芯を保持するため、鮮やかな赤い染色が見られる。なお正確には、石炭酸腹芯で赤く染色後、塩酸アルコールで脱色し、その後背景色として、 メチレンブルーで周辺の多細胞を青く染色するのが、チールネールゼン染色の一般的な工程である。これらチールネールゼン染色で赤く染色される、細菌のうち、マイコバクテリウム、ノカルジア、コリネバクテリウムには、共通点として、ミコール酸という脂肪酸を持つ。このため、これらの細菌は、細胞外皮の脂質が乳量が高い。またなお、マイコバクテリウム、 ノカルディア、コリネバクテリウムの共通点として、放線菌に属する。余談だが、ジフテリア菌がコリネバクテリウムに属する。ジフテリア菌の染色では、一般的には、チールネールゼン染色ではなく、ナイセル染色が用いられ、ナイセル染色によって、ジフテリア菌は黄色く染まる。このか、原虫であるクリプトスポリジウムのオシストが、抗酸染色で赤く染まるが、 一般に微生物学では、細菌とは別枠で、原虫は扱われる。原虫は単細胞性の真核生物。細菌は原核生物。クリプトスポリジウムは原虫であるとして分類される。なお、多細胞性の真核生物の病原微生物なら、凝虫などに分類される。一方、グラム染色では、結核菌と雷菌は共に、グラム陽性である。 しかし、結核菌はグラム染色に難染色性を示す。なお、グラム染色は一般にペプチドグリカン層を紫に染色するものである。結核や雷菌の特徴としてマクロファージに感染して増殖する能力が比較的に高いことが知られている。結核やハンセン病が難病な理由も、このマクロファージ感染の能力の高さに、 起因しているのだろうというのが通説である。このような共通機構のためか、結核ワクチンである BCG は、同じ抗酸菌病に属するハンセン病にも、ワクチン効果があることも、一般的に知られている。マイコバクテリウム属との共通性も高い。結核菌と雷菌は、マイコバクテリウム属でもある。ありがとうございます。